夏目漱石作、夢十夜。第一夜。こんな夢を見た。腕組みをして枕元に座っていると、仰向きに寝た女が静かな声で、もう死にます、という。女は長い髪を枕に敷いて、輪郭の柔らかな ウリザネ顔をその中に横たえている。真っ白な頬の底に、暖かい血の色が程よくさして、唇の色は無論赤い、到底死にそうには見えない。しかし女は静かな声でもう死にますとはっきり言った。自分も確かにこれは死ぬなと思った。 そこで、そうかね、もう死ぬのかね、と、上から覗き込むようにして聞いてみた。死にますとも、と言いながら、女はぱっちりと目を開けた。大きな潤いのある目で、長いまつげに包まれた中は、ただ一面に真っ黒であった。その真っ黒な瞳の奥に、 自分の姿が鮮やかに浮かんでいる。自分は透き通るほど深く見えるこの黒目の艶を眺めて、これでも死ぬのかと思った。それで年頃に枕のそばへ口をつけて、死ぬんじゃなかろうね、大丈夫だろうねとまた聞き返した。すると女は黒い目を眠そうに見張ったまま。 やっぱり静かな声で、でも死ぬんですもの、仕方がないわ、と言った。じゃあ私の顔が見えるかいと一心に聞くと、見えるかいって、空、そこに映っているじゃありませんか、とニコリと笑って見せた。自分は黙って顔を枕から離した。腕組みをしながら、 どうしても死ぬのかなと思った。しばらくして女がまたこう言った。死んだら埋めてください。大きな真珠貝で穴を掘って、そうして天から落ちてくる星の架けを墓印に置いてください。そうして墓のそばに待っていてください。 また会いに来ますから。自分はいつ会いに来るかねと聞いた。日が出るでしょう。それから日が沈むでしょう。それからまた出るでしょう。そうしてまた沈むでしょう。赤い日が東から西へ、東から西へと落ちていくうちに、あなた、 「待っていられますか?」「自分は黙ってうなずいた。女は静かな調子を一段張り上げて、百年待っていてください」と思い切った声で言った。「百年私の墓のそばに座って待っていてください。きっと会いに来ますから。自分はただ待っている。 と答えたすると黒い瞳の中に鮮やかに見えた自分の姿がぼーっと崩れてきた静かな水が動いて映る影を乱したように流れ出したと思ったら女の目がパチリと閉じた長いまつ毛の間から涙がほえ垂れたもう 死んでいた。自分はそれから庭へ降りて真珠貝で穴を掘った。真珠貝は大きな滑らかな縁の鋭い貝であった。土をすくうたびに貝の裏に月の光がさしてキラキラした。湿った土の匂いもした。 穴はしばらくして惚れた。女をその中に入れた。そうして柔らかい土を上からそっとかけた。かけるたびに真珠貝の裏に月の光が差した。それから星のかけの落ちたのを拾ってきて、軽く土の上へ乗せた。 星の賭けは丸かった。長い間大空を落ちている間に角が取れて滑らかになったんだろうと思った。抱き上げて土の上へ置くうちに自分の胸と手が少し暖かくなった。自分は苔の上に座った。 これから百年の間こうして待っているんだなと考えながら腕組みをして丸い墓石を眺めていたそのうちに女の言った通り日が東から出た大きな赤い日であったそれがまた女の言った通りやがて西へ落ちた赤いまんまで乗っ と落ちていった。「一つ」と自分は感情したしばらくするとまたからくれないのテントがのそりと登ってきたそうして黙って沈んでしまった「二つ」とまた感情した自分はこういうふうに 一つ二つと感情していくうちに赤い日をいくつ見たかわからない。感情しても感情してもし尽くせないほど赤い日が頭の上を通り越していった。それでも百年がまだ来ない。しまいには苔の生えた丸い石を眺めて自分は女に騙されたのではなかろうかと思い出した。 すると石の下からハスに自分の方へ向いて青い茎が伸びてきた。見る間に長くなってちょうど自分の胸のあたりまで来て止まった。と思うとすらりと揺らぐ茎の頂に心持ち首を傾けていた細長い一輪のつぼみがふっくらと花びらを開いた。真っ白な百合が 花の先で骨にこたえるほどにおった。そこへはるかの上からぽたりとつゆが落ちたので、花は自分の重みでふらふらと動いた。自分は首を前へ出して、冷たいつゆのしたたる白い花びらに接吻した。自分がゆりから顔を話す表紙に、 思わず遠い空を見たら、暁の星がたった一つ瞬いていた。百年はもう来ていたんだな、と、この時、初めて気がついた。